皆さん、お疲れ様です。なるみです。今日は皆さんに思いもしないことが起こりましたので動画を回しております。しっかりスタートしたことは舞台裏です。緊張してきました。私、那覇マラソンのアナウンス担当するのをやりました。今までアナウンサーとして活動したことは皆さんもご存知の通りないです。最初は通訳として助けてくれないかっていう依頼だったんですよ。それがなんか2ヶ月とか3ヶ月ぐらい前かな。で、わかったって話になり、2週間前、私がちょうど京都に旅行に家族と行ってる時に、まあ、父からある人を伝って連絡があって、で、ここに置いときますが、そのメッセージを。もう本当に3行ぐらいのメッセージで、あ、通訳じゃなくてアナウンスでした。で、できる?みたいな感じで、別に私の中では、でアナウンスって言われてもね、そんなすごい重要な役だと思ってないもんで、で最初は、って感じで、でもなんか、すぐにプロフィール送ってって言われたので、私全部自分の経歴を書いたプロフィール送ったんですよ。ほぼ全部アメリカ関連のプロフィールだったんですよ。でそしたら決まったからっていうのをその日の2時間後ぐらいに聞かされて、決まったんだ。頭の中ではね、私は通訳のアナウンスとして、まあ、海外の方も来られるから選ばれたんだと思ってたわけです。それもなんかこう Watch out for step! っていう感じのことを言わされるのかなと思ってたら、連絡がありまして、よく見てみると那覇市長をなんか紹介する的なことを書いてあって、英語でアナウンスするんだろうなって思って、メインの人がいらっしゃってね、那覇マラソンの3日前ぐらいにこの時点でやっと何かおかしいと気づき始めます。英語使うんですよねって言ったら、英語一切使えませんよってなって、で、英語一切使わないんですか。よくよく見てみると、完全に、この那覇マラソンのアナウンサーとして選ばれたんですよ。意味わかんなくて、私はアナウンス歴もなければ、そうやって活動したこともないから、なんであのプロフィールで選ばれたんだろうって感じなわけです。前いた方、NHK の元アナウンサーの方が出れなくなったと。で、誰か探してたら、私の知り合いが父の知り合いが私を知ってて、本当に適当に選ばれたみたいで、でその話を運営側の人にしたら、電話でね、本当に昨日の時点の話ですけど、なんで選ばれたんですかって、私も、なんで私選ばれたんでしょうって話になって、でそれで私が彼女に、すいませんと、私日本での学歴って高卒しかないんですよって話をして、それで私漢字あんまり読めないんですよって言ったら、彼女が、いや高校のね、卒業証書を持っているんだったら大丈夫ですよって言うわけです。そして私が、いやいやいや、私親族、親族って読むやつなんですよ。でも、彼女がどうしよう。こんなやつになんで事務局が依頼してるんだみたいな感じでテンパってて。で、結局30日に台本もらって、私、もう3日からアナウンスとして活動しないといけないんですよ。はい。それが今の現状です。で、アナウンスした経歴もない。MC をやった経歴もない私が、那覇マラソンっていう1万人ぐらいが参加されて、黒島さんっていうね、ちむどんどんの方も参加される、那覇市長も参加されるイベントに、私がね、カウントダウンするんですよ。19発を言うんです。父の知り合いの知り合いだからで選ばれて良いんでしょうか。では明日会いましょう。この後は何度も何度も原稿を読み続け、読めない漢字には振り仮名を振り、練習をし続けました。那覇マラソン前日です。緊張です。今日は1日中8時から8時まで1時間に2回の6分のアナウンスを10時間行う予定なので、今から武道館に向かいます。皆さん、今舞台裏でその録音していた音声を使っていいということで、アナウンスでパソコン目の前にしてプレスプレイをしている状態です。よくよく見てみると、スケジュールがあまりにも過酷で、多分喉が持たないなと思ったので、あらかじめ原稿を録音して USB に落としていたのが功を奏し、今回それを流せることになりました。で、ちょっとお昼時間だったので、いただいたお弁当からパッと持ってお弁当をいただきたいと思います。やっと土曜日が終わりを迎えております。ただ音声を押すだけなんですけどね。10時間ここにいましたんで、帰る前にちょっと皆さんに私の音声を
聞いていただきたいなと思います。第36回那覇マラソンへご参加いただきありがとうございます。ちなみにこちらが私の土曜日の仕事場でした。那覇マラソン当日の朝になります。土曜日が豪雨だったんでどうなるかと思いましたが、この日は綺麗に晴れてくれました。今アナウンスブースへ向かっております。ちなみにこちらがアナウンスブースで、目の前に見えるのがバンコク神殿の鐘、そして後ろが音声ブースになります。めちゃくちゃ緊張してきました。本番30分前の様子です。ここに来てびっくりしたのが、やっぱり天候によって出れる人出れない人が変わるみたいで、この状態でまだ吹奏楽が来るのか来ないのか、そしてゆるキャラが何体出てくるのかっていうのもわからない状態のまま今演台の上に立っていて、やっぱプロのアナウンサーはすげーなって感動しております。不安です。那覇マラソンまで10分前となりました。この時点でやっとゆるキャラが3体しか来ないことに気づき、そして吹奏楽部さんも通常通り演奏を行ってくれるということなので、台本にほぼ変更がないまま進んでいっております。ちなみに目の前に見えるのが那覇市長と黒島結菜さんになります。開始数分前です。髪は束ねました。緊張します。3、2、1。やっと終わりを迎えました。わざわざ見に来てくれた方ありがとうございました。本当に心臓止まるかと思いました。緊張しすぎて。はい、これが私の那覇マラソンアナウンス記録でした。人生の初めてのアナウンスがまさか1万人を超える参加者がいる那覇マラソンだったっていう驚異の展開ですけど、無事に終わりました。数回ほど噛みましたけど、まあ許容範囲だったんじゃないかな、素人としてはね、と思います。聞いててくれた方本当にありがとうございました。なんかたまたまマラソンの帰りにね、コミコンが基地内でやってるらしいんで、ちょっと見ていきます。市内に入りました。なぜかプールのコミコンのタグまでもらって、わあすごいちゃんとしてる。あ、すごい似てるね。すごいすごい。あ、oh, thank you. Do I have to have a ticket to enter or just freely? I think if you have this, you're good. I'm good to go. Okay. Okay. Cool. Thank you. すごい。あ、見て、ビッグアスファンだよ。見て回りました。すごい、ね、グローリアスだね。美味しいよ。でも食べてみる。うん、うまい、うまい。あ、本当。